日本神奈川県鎌倉市、腰越腰越,越,越,越は、神奈川県鎌倉市の腰越,越地域に位置する大技、及び町名。現行行政地名は、腰越,越1丁目から腰越,越5丁目と、大技腰越,越,越。住居表示は1丁目から5丁目は、実施済み区域、大技腰越,越は、未実施区域。郵便番号は248-0033。古くから鎌倉への入り口、そして、 漁業の村として栄えてきた。もともとは、津村に所属する字だったが、漢文6年11月に、腰越,越村として分離した。以降明治時代までは、相模国鎌倉郡津村京腰越,越村と呼ばれたが、廃藩地検後に、神奈川県鎌倉郡、腰越,越村となる。なおこの頃の行政区画が、現在の大技としての範囲と、ほぼ一致している。 1889年に津村と合併しこしこしず村が誕生したため、越越村は消滅し大技となった。越越及び津の両大技は、その分離の過程によって、非常に入り組んだ飛び地だらけとなっている。このため、住宅地図を除くほとんどの地図では、越越、津とまとめて記載されていることが多い。鎌倉市の最南西に位置し、南部は相模湾に面し、西部は 藤沢市と接している。北部は西鎌倉、津、津西市と接し、東部は小道岬を挟んで七里ヶ浜と接している。海岸線を国道134号と江ノ島電鉄線が並行して走る。また、大技を縦断するように神戸川が走り、神奈川県道304号、越越大船線と旧江ノ島道が川をほぼ並走している。 駅内には、江ノ島電鉄線、腰越,越駅、鎌倉高校前駅、腰越,越漁港、腰越,越行政センター、腰越,越海水浴場などの施設があり、また流行寺や満福寺、腰越,越村の鎮守として、信仰を集めた八王子社など、寺社も多い。住宅地の地下は、2017年1月1日の工事地下によれば、腰越あざ猫池ヶ谷1330番 33? の地点で18万円平方メートルとなっている。鎌倉幕府成立以前の古代腰越,越については、資料が残存していないため、不明な点も多い。しかし鎌倉が古代から地域政治の中心として栄えていたことや、三浦半島を経由し回路で、房総半島へ向かう、古代の街道が腰越,越を走っていたらしいことが、考古学の分野から判明しており、このことから腰越,越は、 古代から宿駅として栄えていたと推測されている。元略2年、元平合戦において活躍した、源義経は、念願の平家倒滅を成し遂げたにもかかわらず、兄、頼朝から面会を拒絶され続けた。そして、旧暦5月24日、腰越えの満腹時に投入していた義経は、頼朝の近親大江広元に、兄への心情を訴え、 取りなしを依頼する書状を認めたとされる。これが有名な腰越城である。江戸時代初期、腰越,越一帯は、江戸幕府の大官が治める直轄地だったため大官が置かれ、村の政務一般に関する業務は、実質的に土地の土豪島村氏が代わりに取り仕切っていた。しかし、島村氏は過熱な町税をはじめ、数々の応募を行ったため、多くの村民が、 下村氏の支配に反発していた。このため一部の村民が村の分離を幕府に訴えた。その後、漢文6年11月に幕府は腰越,越を村として扱うことを決め、津村は腰越,越村と津村の二村に分かれた。二村に分かれる際、下村氏とその縁者が持つ土地は津村、それ以外の者が持つ土地は腰越,越村に所属したため、村の内部に 大量の飛び地が生まれる原因となった。腰越,越には漁港があり、シラスなどが取れる。詳しくは、腰越,越漁港を参照。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、大技腰越,越は除く。大技腰越,越の人口圧を参照。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。昔、 鎌倉の深沢には大きな湖があり五刀流が住んでいた。十六人の子供がいた、津村の長者の子供たちも一人残らず五刀流の犠牲となり、腰腰が腰越の地名の起こりだという。その後、五刀流は江ノ島のべ在天に悪号を戒められ守護神として、流行明神社に祀られたとされている。ありがとうございます。